はい11月日日木曜日だね、まあ、うちのお店はね当日ね予約なしで飛び込み OK なんだけど飛び込み OK で大体大丈夫な場合はカットだけの場合だねカットだけだけったらねまあなんとかなるからねまあ急いで乗って急いで留守したらもう本当に急いで切っちゃうけどでそうやって急いで乗って聞くと急いでないってみんな言うんだよね。 2人でやってるからねカットだけだと厳しいけど部屋からカットだったらねあのお兄さんが染めてくれるからね部屋からカットだったらすぐできるよっていう場合もあるよね手間のかかる仕事ねあの巻物パーマね、まあ、宿毛巨星もそうだけどいきなり来てね巻物パーマね忙しいタイミングだとねカットはできるけどパーマができないって時あるよね。やっぱり一番ば番は困るかどうかわからないけどねあの電話でねカットいいですかみたいにね カットで入ってきて来てから宿毛矯正お願いしますってねその時できる日もあればできない日もあるからねできない日なんかに言われるとねまあ困るというかもう困るというよりも無理っていう場合があるよねできませんってね。 あと巻物パーマもそうなんでねある程度毛先にかかっててさまだ大丈夫じゃねえと思ってねでも本人は物足りないんだろうけど、まあ、こちらとしてはもう今から巻物パーマは無理いつのお客さんが3人ぐらい入っててね次の予約も入ってるとかね、まあ、過去の話だけど、まあ、あんまり癖が強くない細毛の方がねあのカットで入ってきて宿毛矯正いいですかってこの忙しいタイミングでさ午前中の。 やっぱりねこれかけたらぺちゃんこになっちゃうよもうどうしようもできなくなるよとかねあとやっぱり朝忙しい時のタイミングでねいきなり来てねパーマかけてくれとあの博士太郎みたく細かく巻いてくれとだけど忙しいってうのもう予約が入っちゃってね動きが取れない時でまだかかってんだその人ねだか,らかけなくていいんじゃねえっ,って返しちゃうってのでも本人は物足んないんだよねだけでもその時ふっと今思えばね だけどそのタイミングじゃ無理だから「今は無理」って言えばいいのになんか言葉をすり替えちゃってるっつのこれちょっと取れてからかけた方がいいんじゃないとかねえそうじゃなくて今は無理って何で本当のこと言わなかったんだろうって反省があるよね。<laughs> なんかその時ってやっぱり心の中じゃ何考えてんだか分かんないけどそういう言葉がスラッと出てこないんだよねね今は無無理理っってて、ね、時間改めなきゃこれ無理ってね。 まあいろんなお客様いるけどねあの電話で「カット今からいいですか?」っつうんでね「そんでカットいいですか?」って来るんだよねカットで。そんでもって「来てから変更つ」つうのだけど本人はね宿毛矯正でもパーマでもかけたいんだよねだから「今は無理」ってやっぱり言うっていうのをその時その言葉が準備できてないと心構えが準備できてないと「今はできねえ」って言えないね時間改めてくれってね。まあこれはねあの美容師さんの性格でもよるけどねまあ自分は。 まあこんな性格だからこんなふうになってねだから言葉すり替えてねこれかけたら変なになっちゃえとか言ってね「<laughs> 痛いたんじゃうよ」とか「ぺちゃんこになっちゃえ」とか、ね、なんか言葉変えちゃうんだけどねこれちょっと改めた方がいいねはいお疲れ様でした。